誠心誠意取りり組ままななけければいけないと思っておりますその上で、今、衆参の議員委員会において、衆参のこの議長の意見も伺いながら、取り組みが今、進められている最中でありますので、この時点で私の立場から、具体的な日程等について触れることは控えなければならないと思います。